22年の3月期から2期連続でまさかの最終赤字なんだよ、三井住友グループから脱退する可能性もゼロではないって憶測も飛び交っている。先行きが不透明な業界であるっていうのはこれ変わりはないよね。皆さんどうも、不動産兄貴の小林大輔です。小林さん、はいよ。ちょっとニュースで見たんですけれども、麻布台ヒルズのタワーマンションが、工期延長になったっていうふうに聞いたんですけど、これ本当なんですか？まあ、みたいだね。でこれなんか、この間も聞いたような気がしてきて、多分2回目ですよね。そうだね。建設やってる会社さんって、これどこなんでしたっけ？三井住友建設だな。ああ、結構なんか大手の。いやもう、スーパー大手よ。そうですよね。なんか他にもいろいろトラブルがあって、なんか大変だったりするんですか？建設の、事業構造ってさ、工期イコールコストなんだよ、伸びれば伸びるほどコスト構造上さ原価ダダ漏れみたいになっちゃうから、また赤字になっちゃうよな。なんかそういうゼネコンのトラブルとかって、なんか建設業界こう全体になんか影響が出てくるんじゃないかな、極論さ、この麻布台ヒルズってさ、日本の代表する開発案件でしょ、簡単に言うとそういう案件実はあんまり美味しくないのね。美味しくないの？みんなやりたいから。今日はですね、この麻布台ヒルズの、工期延長の件と、今後どうなっていくのかみたいな、小林さんの展望についてちょっと教えてください。 OK、じゃあ本日はね、麻布台ヒルズの工期延長と三井住友建設最悪のシナリオについて徹底解説したいと思います。お願いします。はいよ。今回の麻布台ヒルズの工期延長っていうのはどういった状況になってるんでしょうか？準大手っていう表現するんだけどさ、スーパーゼネコンっていうね、鹿島とかさ、清水建設、大成建設とかね、熊谷組、竹中工務店な、それを省いた中でもトップに類する準大手ってところが、この三井住友建設なんだけどさ、でこれ、そもそもこの麻布台ヒルズって何かっていうと、森ビルが手掛けるさ、都内屈指の大型プロジェクトなわけよ。でもう実際には一部竣工してさ、商業エリアとかも稼働してるし、レストランなんかもさ、日本全国屈指のね、いわゆる困難点集めて入ってて、シンボリックな案件としてこの麻布台ヒルズっていうのがあるんだよな。これってやっぱりでかいからさ、全部が全部一つの会社でやらないんだよ。で当然区画に分けて稼働する時期も全部違うからさ、この、タワーマンションの工事の工期をそもそもさ、この三井住友建設が2025年の8月までに、また延長しますっていうことを決めたっていうのが、冒頭で要は問いかけた、話だね。なるほど。なんか当初の予定から結構2年以上も遅れてるような形なんですよね。もともとさ、完成予定が25年の8月25日2年5ヶ月遅れるってさ、このクラスの開発案件な、請け負っている三井住友建設の要は収益構造的には大打撃なわけよ。当初の読みが甘かったって言われちゃったらそれでおしまいなんだけど、今回やっぱり突発的な事由でさ、上がってしまったりとか、あとやっぱりさ、全然人が集まらなかったりとか、いろんな状況があるから、麻布台ヒルズだけじゃなくて他にもさ、東京って開発案件がたくさん走ってるわけよ、はい、そういったところでもそもそも日本のさ、建築にまつわる生産性っても限られてるから、ね、どんどんさ、人が増えてって建築に働きたい人がたくさんいたら別だけどさ、現状そうでもないからね、非常に厳しい状態であるっていうのは間違いないやな。なるほど。そんな三井住友建設なんですけども、その会社さん自体は今一体どういう現状になってるんでしょうか？これ実は度重なるトラブルが原因で採算が悪化してたな、22年の3月期から2期連続でまさかの最終赤字なんだよ、そういう数字になってますよねそうそうそう、これ22年3月期70億円、23年3月期257億円に沈んだ。ではどういうことかっていうと、22年の3月期に売上高が4032億程度だったんだな。で営業利益がさ、74億5900万円の営業利益の赤字。営業利益ってことは本業で行った要は商いとしてこれだけ赤字っていうことだからさ、当然当期利益も大きな赤字ね。23年の3月期、翌年だわな、これ売上上がってんだよ、4586億まで、大きく受注伸ばしてんだけど、赤字幅だな、さらに大きく増えて187億5900万営業利益の赤字、当期利益なんていうのはさ257億の赤字なわけよ。だってその前の期ってさ70億だったでしょ、それが一気にさ257億だから、
とんでもない赤字になった。で、まあ、そういう状況で当然さ、大きい会社だから急に火事ってなかなか切れないんだけど、急遽いろんなまあ施策を打ってたな。売上高はあの増収で、この24年3月期なんだけど4794億な、まで、また伸ばしてんだけど、営業利益をさなんとかプラスに転じて850億にして、当期純利益も400億程度に収めたっていう推移になってる。でこの規模の会社が、まあ、赤字転落するっていうのはよほどのことでさ、三井住友建設ってさ、これ財閥系なわけよ。三井と住友入ってるってことはさ、両方から安定的に受注を取ることは可能なのね。経済的合理性を鑑みながら発注するし、なんだけど少なくとも金額さえあれば安定的に仕事が来るのは間違いないし、ある程度のさシェア分けとかさ、ある程度の仕事の配分って絶対に来るのがこの財閥系の血が入っている有利なところね。売上はずっと増収方向なんだけど、この赤字転落でかつ2期連続でしかも2期目が大きく赤字幅がでかくなってるっていうのは、やっぱりこれ有識事態でさ、いろんな施策を打ってなんとか黒字化したなっていうのが見て取れるようなあの決算だよな。なるほど、そういう状態なわけですね。なんかそういった形で、まあ、赤字がこう続いたりとか、厳しい状況にある原因っていうのはどこにあるんですか？麻布台ヒルズだね。でこの麻布台ヒルズってさ、森ビルが温度を取っていろんな地権者にさ声かけてね、あの一緒に、一つの土地にして再開発したらみんなの土地の価値が上がります、やりましょうよっていうことをやったわけだ、簡単に言うとな。でそれで麻布台ヒルズのB の一街区っていう部分の超高層ビルの建設現場を、まあ、三井住友建設受注してるんだけど、これが相次ぐ誤算によってこの赤字転落が生じてると。ここが遅れてるわけですね。もともとこれ着工は2019年の10月で、当初の完成予定が、まあ、今年な、24年の3月末で、工期は42ヶ月、まあ、ざくっと3年とかさ、まあそんなもんだよねっていうような、まあ、普通の現場だった。割と大きめなんだけどね、なんだけど、まあ、この現場の赤字が最初に表面化したのが2021年11月だ。でこれ三井住友建設がさ、あの国内で施工中の大型建築工事における採算性悪化に伴い、工事損失引当金繰り入れ額を含む206億円の損失を計上するっていう、まあ、プレスリリース出したんだよね、はい、あの当時のさ荒井秀夫さんが、事実上の隕石辞任に追い込まれた。まあそれはそうだ、しょうがないわな、ドアゴジだからな。これ次に来たのがメインバンクである三井住友銀行出身の近藤重俊代表取締役社長が麻布台ヒルズの完遂を引き受け、受注抑制などを進めて経営再建に当たった。で、まあ、近藤社長の経営再建の取り組みが、まあ、功を奏して3期連続の最終赤字を回避できる目を渡った。これはまあ24年の1月だな。で24年の1月に事件が起きるわけよ。事件が起きるわけよ。反社長派によるクーデターっていうのがあったって。クーデターって何だったかというと、君島昌司取締役会長を含む反社長派の取締役5人がだな、まあまあだぜ三井住友銀行の福留明宏頭取宛てに社長解任を訴える連番状を提出したって話なんだよな、あのいわゆるグループのさ、まあ、肝となる中核企業だな、を巻き込んだ激しい暗闘の末にだな、この君島会長と近藤社長が相打ちの形でいずれもまあ退任するわけだ。代表取締役専務執行役員だった、柴田敏夫氏が社長に昇格して、柴田政権が4月からスタートしていたって話なんだよね。で、まあ、その中で24年3月期は3期ぶりの黒字を確保し、麻布台ヒルズも社内構想も一気に落着したかに見えたっていう風な、まあ、状況なわけよ。あの今の現状の中で、今後三井住友建設っていうのは今後どうなっていくんですか？あの三井住友グループから脱退する可能性もゼロではないって憶測も飛び交っている。簡単に言うとだな、この麻布台ヒルズっていうのは、さっきも言ったように、日本を代表するあの国家のプロジェクトに近いものなんだよね。全部が全部受け負うわけじゃないんだけどさ、その少なくとも、まあ、住居棟のタワーマンションっていう、まあ、不採算すれすれで案件受注したりする、まあ、それぐらいみんなやりたい案件なんだよね。実績のためにみたいな。そうそう、麻布台ヒルズがさ、まあ、1年2ヶ月伸びたことによってね、あの三井住友建設は25年3月期、まあ、次の決算だな、特別損失をまあ計上し、業績に大きな影響を及ぼす可能性があるっていうのはまあ状態なんだよ。まあ、これはね、実は今2期連続、まあ、赤字になって、でその3期はまずいと。そのやっぱり本体にも影響が出てきちゃうっていうこと。まあ簡単に言うとだな、生き残れない会社はいわゆる M&A でさ、あの合併をしたりとか
かさ、買収したりして、まあ、くっついてらな、お互いの強みを要はシナジー効かしていこうっていう動きになるのが通例なんだよな、はい、ってなると、この今の三井住友建設もさ、仮によもう一発赤字こいたら、住友家のさ、評議会があるぐらいでふさわしいものかみたいな話にもなるし、あの最終的には三井住友グループからの除名なグループだったりで、ひょっとしたら違うところに買収されたりっていう可能性もまあゼロではないっていうのが今の三井住友建設の状況だわな。だから実際にそういう動きとして、なんかこう株が売られたりとかっていう実際にあったりするんですか？具体的に言うとさ、黒字化するために三井住友建設は相手企業との関係性のお構いなしにね、保有する29銘柄を売却して現金化したっていうふうに言われてたらな、でその中の、要は15銘柄が三井住友グループの銘柄って言われてんだよね、で結構入ってる、まあ、だ大半だよな、買ったりと。でこれ三井グループ御三家の一角である三井不動産、あとまあ住友グループの要は住友不動産もね、あの当然入っていてだな、これ住友銀行、住友化学、住友商事、住友金属工業、住友金属鉱山、住友銀行、住友商事、住友生命、全部住友ついちゃうんだけど、はいはいね、これさっきの話で言うと、そこ売っちゃうってことはうるさい株主とかが入ってくる可能性が出てきちゃう、そういうこと、そういうこと。だからそうなると一般に放出されるわけだから、もっと言うと外資とかにさ、まあ株主も入ってくる可能性もあるし、はい、普通考えたら、この持ち合いの親類縁者の株を売るっていうのはさ、やっぱりいろんなところに調整があって相談があって、もうしょうがねえなって言って最後の最後の手段なわけだ、そうですよね、だからそれをまあやって、まあ簡単に言うと格下な企業なわけだ、簡単に言うとな、三井住友建設っていうのはさ、だって住友不動産仕事もらうわけでしょ、そうですよ、なのに仕事もらう先のやつ勝手に売っちゃって目先の金に変えちゃったみたいな話だから激鱗に触れるし、グループの格上の会社からは裏切り行為に等しいというふうにまあ言われてるって話なんだよな、今のはまあ結構大きな問題かなと思うんですけれども、なんかそれ以外に三井住友建設はなんか抱えてるなんか爆弾というか問題って何かあったりするんですか？これもね、昔からこれよくあるんだけど、これ一つ目がね、あのね、傾斜マンション問題ってのがあって、まあ、これもね結構ね難しいんだよ。これ三井住友建設が施工を請け負ったね、横浜市内のマンションの工事でさ、基礎部位がね支持層に達してなかったことがまあ分かったって、でその結果マンションがちょっと傾いちゃったっていうね、まああってはならないし、日本では極めてレアなんだけど、でこれ接種がさ三井不動産レジデンシャルなんだよ、やっぱ三井系なんだよな、でこれ三井住友建設などを相手取り、マンションの建て替え費用を含め計506億円の損害賠償を求める訴訟を起こし、現在係争中って親類縁者で喧嘩してますみたいなさ、身内で揉めてるような、まあまあでもこれはね、まあ建築ってさ多重下請け構造なわけよ、でこれ実際にじゃあもう基礎部位ってさ、計画の中で例えばこう図面引くじゃん、構造計算っていうのやるな、で構造計算で当然建物の重さとか全部カウントしてだな、最終的にどういうような基礎を使うかとか、まあ、今回の傾きマンションな傾きマンションがどこが責任だったっけ、管理監督責任は三井住友建設にあるって話になっちゃうんだけどさ、だからまあ結局やっぱり多重したわけだから、まあこれあり得るっちゃあり得る話なんだわ、係争中なんあの係争中みたいよ、そう、まあ、やっぱりこのまあ出方次第ではこの三井住友建設はさ、ね、大株主として残ってるからね、この三井不動産っていうのもね、だからそういったこと考えたら、この三井不動産レディ大株主の案件で失敗しちゃったみたいなさ、もうお前ふざけんなって言って、この今の財閥グループの中からそんな舐めた対応するような一匹狼のさ、できねえ親戚は出すって言われるかもしれないじゃん、そうですよね、そうなってくると別のファンドとかになんか乗っ取られちゃいそうな、可能性は全然あって、こっから何が出てくるかっていうと、あのね、実はねこれね、もう一個の爆弾があって、三井住友建設の筆頭株主なんだけど、これ最も怖いアクティビストのさ、あの旧村上ファンドな、そもそも論麻布台ヒルズの案件が伸びに伸びて、構造としてな収益体質がそもそも耐え売らなくなり赤字転落した、で持ってる財産を全部切り売りして一旦黒字化したけど、また
工期が伸びて赤字になりそうだっていうところで、他の案件で要は賠償問題を抱えてる、金にするもんがなくなる可能性もあるからさ、はい、ってなったら株主の利益の最大化っていうことを声高に言って、いやそもそももう住友グループから外れて違うところに高く見売りした方がいいんじゃないですかと、その方が株価が高くなりますよねっていうようなことを声高に言う可能性があるっていうのが、まあこんなさ問題時やっぱり三井住友グループにふさわしくねって言われる可能性もまあゼロではないっていうのが色濃くなってきたよねっていうのが、まあ今回の三井住友建設の真相だよな。なるほど、うん、そういう圧力も今後かかっていく可能性があると。そうだな。今のは三井住友建設の話かなと思うんですけども、うん、なんかそういった形でなんかゼネコン業界がこうなんかこう再編されていったりみたいな未来っていうのはある程度想定されるんですか、うんうん、あのめちゃくちゃこれも可能性もゼロではなくてさ、はい、財閥が要はこれだけなかなか失態を繰り返すことで、まあ、なかなかないわけよ、はいね、看板ってやっぱり大事で、はい、その看板背負ってる以上やっぱりきっちりした仕事しなきゃいけないんだけど、うん、今実態として、まあ、いろんな失敗が露呈してる。これはもう突発的なことも含めたんだよな、うん、仮にウクライナ有事なかったとしてもよ、あの傾いちゃあかんわな。だからそれ考えたらこのゼネコンの再編っていうのは、仮によこの三井住友建設が、まあ、なくなりました、まあ、ブランドが残るかどうかな、うん、おそらくよ、あの三井住友建設のアドバンテージって三井住友建設だからアドバンテージなんだよ、はいはい、お家柄なんだよ、うん、ってことはそのお家柄から案件が安定的に少なくとも入札させてもらえるチャンスはあるわけじゃん、はいはい、あとは企業努力でこれを再三に乗せるかどうかは力だけどな、うん、っていうようなあの血が流れてるっていう価値があるわけ、うん、だから全くもって違う会社に編入されることっていうのはこれあんまりないと思ってるの、うん、であとさその再編がそこまでいかないっていうのはさ、理由はね、例えばリーマンショックの時ってさ、うん、もう何もかも止まったんだよ。で建築工事も止まったの、うん、ってことはその会社維持しなきゃいけないから、今のさ中国のさあの不動産セクターと一緒で、誰も不動産買わない、建築が動かないから全然動きませんみたいな、はい、だけど固定費だけかかりますみたいな話じゃん。今状況としてはさ案件めちゃくちゃある、うん、なんだけどコスト構造がそもそもいわゆる原材料が上がって、かつ、ね、結局工事ってさ材料と手間なわけよ、はい、ここを足したものが限界になってこの上に利益が乗っかってるでしょ、うん、っていう構造になってるからさ、はい、この一方の材料っていうものが歴史的円安で材料が上がっていく、で一方でその手間っていう方はその2024年問題でさ、働き方改革関連法案だっけな、要はまあ残業あんまりさせんないみたいなさ、でそもそもこの日本のさ建築業界って生産性限られてるの、若い子がどんどん増えてて、みんな建築業界に働きたいなんていう時代がないわけ。そうですね、まあ、どんどん減ってって、職人もどんどん減ってる中でさ、うん、生産性が限られどんどんパイが収入してみんな年取るからね、はい、っていうような中でなってるから、じゃあ今のこの原材料の要は高くなってるものと、あとこのいわゆる人工の部分の問題で難しい業界であるし、さらに難しくなっていくっていうのはあるんだけど、順応して企業が生き残っていくからさ、うん、緩やかに再編をすることは考えられると思うけどね、うん、だけどおもう一気にその今の三井住友建設がなくなったりとかってことはまずは考えられないよね。うん、なるほどなるほど。なんかその原価が上昇しているなんか原因って何かあったりする、うん、そのウクライナ有事でエネルギー価格の上昇に伴ったあらゆる建設材料の高騰と、あとはそもそもさ工事現場って今めっちゃあるの、うちでも全然人足んないんだわ、はい、もうずっと会社に待ってもらってる、ずっと半年待ちとか普通だから、あそんな待ってるんですか。そうそう、でいやもうそれがもう我慢できないとそこらで高いのでやるしかないね。だけどもうそれぐらいなんていうの、建築業のさ人手不足っていうのは著しくて、まあ、いずれにしてもこの要は歴史的円安、エネルギー価格の高騰、あと2024年問題な、工期が想定以上に待ち延して原価が上昇しているっていうのは、まあ、どこの現場でもそうで、むしろねこの三井住友建設に関してはさ、うん、2期連続赤字出して3期目に黒字になってるんだけど、なんとか一生懸命、ね、売っちゃいけないもん売っちゃったみたいなさ、ね、例えば黒部ダムとかさ、うん、青函トンネルみたいなね、うん、いわゆるいつ終わるかわからんってもんじゃないじゃん、終わり見えてるからさ、そうそうそう、そういった意味では公共工事とかとはちょっと違うからさ、うん、だからそういったようなとこでもいずれにしてもだな、
先行きが不透明な業界であるっていうのはこれ変わりはないよね。そういったことも考えたら、はい、業績好調のね鹿島建設とかさ、はいはいはい、あの投資用マンションのメインのプレサンスを買収したね、あの戸建てに強いオープンハウスとかさ、うんうんうん、ひょっとしたらオープンハウスもさ、うん、ゼネコン買収しちゃうっていう可能性はゼロではないよな。マジっすか。これはね本当にね2024年問題とか2025年問題とかね、あらゆるこの産業構造のさ再編とか変化に対してね、あの順応できる、まあ、あの企業が今の要は変革の時期なんですよ、はい、でそういった意味でもこの建設業界強いては今日の麻布台ヒルズと三井住友建設のさ、はい、あの動向っていうのは目が離せないって話だな。なるほど、よくわかりました、はい、ありがとうございます、はい、本日の動画のまとめです。今日はね、麻布台ヒルズタワーマンション工期延長と三井住友不動産の最悪のシナリオについて徹底解説しました。準大手あった三井建設と、まあ、住友建設合併してね、まあ歴史がある企業なわけよ。これはねもうなんだなんだ言ってね、財閥系って強いんですよ。まあ俺はねそんな簡単にはね、あの切り離さないだろうなと思ってる。ただやっぱり唯一まずいのはその村上ファンドとかさ、はい、やりかねないし、まあ、かといって村上ファンドもいやわざわざ切ってさ、そうやっていろんなさ元々強みである両方の財閥でもう死ぬほど案件作ってるからさ、はいはい、そういったとこからの受注ルートをさ断絶するようなことって絶対株主としてもしないとは思うんだけど、安定的にまあ保守的なわけじゃん財閥って、うん、それこその今日出てきたね住友評議会なんちゅうのはさ、はい、財閥解体の後にできた後見人制度みたいなさ、はい、見守りましょう同窓会みたいな感じでできてんだけど、よほどのことがない限り多分三井住友っていう名前がなくなることは俺はないと思ってるけど、いろんな意味でやっぱりこの対外的要因にはまあ誰でも弱いんだよ、はい、簡単に言うと、はい、でその中でも建設っていうか額がでかいしさ、準大手でしょ、まあ、大手に類似してるからさ、やっぱりやる案件もでかいからリスクもでかいんだよな、うん、だからそういったようなことも含めたら経済的合理性っていうところも、まあ、求められながらもね、この財閥っていうのはまあ強いんだけど、うん、まあ、スーパーゼネコンはじめね日本の建設業界っていうのはさやっぱり過渡期にあって、はい、人手不足なんちゃもう分かってるからさ、うん、そういったところも含めてロボット化とか AI、DX なんて話がまた建設の業界に入ってくると思うんだけどね、うん、ある意味国難みたいなさ、はい、この建設業界全体におけるね、うん、原価高騰と人手不足、はい、これをねどう乗り越えるかっていうのは俺は逆にこう日本って優秀なあの国民だから、はい、どういう風にして乗り越えていくのかっていうのは俺非常に楽しみにしてるし、うん、ね、ぜひねあのこのチャンネル見ていただいてる皆さんもね、うん、今日の本編見返していただきながら、うん、この建設業界のね、置かれてる状況とか世界のね情勢なんかにも興味を持っていただけるといいと思います。わかりました、ありがとうございます。はい、今回も動画を見ていただきありがとうございました。このチャンネルでは不動産投資で損をしないための情報を今まで培ってきた経営ノウハウを織り交ぜながら体系的に発信していきます。チャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。次回の動画でお会いいたしましょう。またなー。小林さん、麻布台ヒルズの飲食店行きました？まだ行ってない。あ、まだ一つも行ってないですか？うん、まだ行ってないね。なんか結構すごいお店がいっぱい入って入ってみたよ。まあだけど割と徐々に稼働してきたみたいだね、お店も。あ、そうなんですね。うんうん、最初は全然工事中みたいな感じだったらしいけどさ。あ、じゃあ割と最近なんですね、その。まあ見たよ。開発案件って急にドーンカットオーバーじゃなくて、はい、まあ、徐々にこう活性化していくもんだから。じゃあなんか下の商業エリアが結構なんか活気があるのはまだ、うん、なんか始まりって感じですね。うんうんうん、もう全然全然、もうこれからよ。狙ってるお店とかあるんですか？いやもう全くないよ。ないだってもう麻布台ヒルズって聞いただけで客単価高いねみたいなさ、はいはい、家賃高いから、まあ、そうですよ、ね、京都のさ富野浩二山岸さんってさ、たまにお世話になるんだけど、はい、お皿がさ魯山人とかのほんと300万とかするようなお皿で、はい、出すものは同じらしいんだけど、はい、お皿がいや高いから、うん、同じ料理で金額が3倍って言ったかな、みたいなことをおっしゃってたから、そんなですか、うん、実際にはそこまでいかないらしいんだけどね、はいはい、趣味ですってはっきり言ってた大将。本当にインバウンドを代表するね、まあ、シンボリックな国家戦略みたいなもんだから、はいはい、まあ全然あり得るプライシングっちゃプライシングだな。うん、なるほど、わかりました、ありがとうございます。はい。